上で献血への協力を呼びかけています。大阪で第3波新型コロナウイルスの陽性者が大阪や兵庫で過去最多を更新するなど全国で増加傾向。ということで陽性判定と同時に肺炎にかかっていることも判明し、1週間後で退院することができました。あるんだったら